はいこんにちは大竹誠です今日は6月の14日水曜日今日のパートナーはこんにちは水谷かなですはい私の横にはこんにちは文化オスアナウンサー砂山啓太郎ですそして水曜日は大竹さんピンクキャいイイのね伊藤あそこですありがとうキャいイのねキャいイのね阿佐ヶ谷姉妹のねパーカー着ていや諸事情があってねなんかちょっと諸事情色の事情があってねあの 上着を持ってないんですよ私は今日そんな事情ありますいろいろ想像しちゃうよねどっかから来たってことですかねで自宅からじゃないとこから来たってことですかね、うんうん、あのー <laughs> <laughs> くる車の中から来ましたけどあれおかしいな<ま>あいたらうまあ所持状はあるんだけど<が>で上着忘れちゃったから <うん S 2> しょうがないからそこ見たら阿佐ヶ谷姉妹のパーカーが2着ね 2>, 2着ぶら下がってるやついいじゃんちょっと寒いから着せてもらったあったかいですか勝手に着せてもらった阿佐ヶ谷のぬくもりありますた 後で朝内に怒られるかなとか思いろいろ。お匂いですよね。とても匂い。いいお色です。しあんまピンクお召しにならないから。大竹さんがね、お召しになると、こう肌が映えるっていう。んですよね、このピンクでね。でもね、まあ、でもいくらやっても水谷は勝てませんから。その返しなんかムカつくんですけど。言い方がね。言い方がね。でももう。水谷さんの美しさはね。ね、もう。 このアンチエイジングあんたもだよいや私はもうあれですからあ散らかってますからさこさんも今日ほら白い T シャツシンプルなのにとっても山中信也さんのねこれ T シャツ何山中信也ってあのユニクロかなんかで去年かな山中信也デザインみたいなこれなんかゲノムみたいなゲノムみたいなあそういうことなんだ一目で IPS 細胞と同じみの一目漏れで買ってんの <あ><ー>山中シー T ティだと思ってえそんなの売ってんだもっと周りいっぱい可愛いのもあったんだけど、うん、なんか興奮しちゃって買っちゃった、うん、知らなかったそう去年ね、はい、そう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 頭良さそうじゃょえったあ明日ライブ私と阿佐ヶ谷姉妹明日ライブです もう、あの、朝谷ちゃんも、谷んも渋谷さん、ね、でそう、そう、一夜限りのね。やり逃げです、やり逃げ。ね、<laughs> 一夜やり逃げ。<や>はい、休めよ、ラジオ。それ、おかしいじゃない。<laughs> とんでもないですよ。明日ライブでしょはい、だから、おかげさまで。 すごい元気なんですけど俺だったら10日前にライブでも休んでるくらいそうだ前休みましたよねライブだっていうライブ初日でバカ初日は休んだこのラジオが始まるときにライブの期間は休ませてもらいますっていう話がちゃんと通ってるのライブ中に出れるわけねえだろうよ。で伊藤次郎さんライブ中でも出られるんですよ ああ、夜会やってらっしゃるのに、そういうね、いらない話題を出すんじゃないの、お <laughs> 前は。<laughs> 今、今、いらないだろう。そう言われちゃうと、なっちゃうから。すごいよね。伊藤四郎とかもうね、あの辺化け物の話だから。特殊ですからね、もう。特殊な人だから。選ばれた。から選ばれた人だから。ちょっと異常、異常。異常四郎って言われたけど。すごい、そんな。別に。は異常はそこなりたいな。私早くそこのレベルに行きたいな。異常し、異常四郎はちょっと面白かった。い誰が言い出した。 異常資料です異常,異常資料はちょっと、ね、<laughs> 誰が言い出したいやでも明日ライブなんでしょそうですそうです大変じゃないですかでも私たまに思い出すんですけど、うん、2010年からその、うん、こういう単独ライブやってるんですけど、うん、2010年のその当日の朝あの生放送出てたなと思って、うん、その年、えー あの頃はだからまだよく分かってなかったのかもしれないと思ってっ今だったらもうさすがにって思いますけどしかも一人一人一人,人ぼっちですた、ねあまあ、後輩がねいろいろクロコちゃんとなってい、まあ、ろいろ持ってもらったりしますけどいろ <laughs> んなものをねのだからあの、まあまあ、そんなすごいねでも。 <え>いやでもなんまあ結局一人っていうのもあるかもしれませんよ。聖徳太子がが<耳>そんなななねいい水谷例え違ううととかか細こ言 <laughs> それっぽかったんだから。うん、今ちょっとそれっ, <laughs> それっぽいも私も失礼だけど。<laughs> れね、それっぽかったんだかれっぽいことで話進んでってた、<laughs> いや俺もねちょっと例え違うなと思ったよ。<笑><笑>思ってたんだ。<laughs> ちょっと思ったよ。<laughs> でもね、なんか適当なのはじゃあ他に何があるんだま言ってみろ言ってみろよ何があるんだすごいすごい人言えばでしょ五代五天の五五天のそれが何かわかんない五代五天の五代五天の五白川こうのだから異常白はもうちょっと別にね異常白がちょっと優秀で他に何かこう所得税外に何かあるかすごい人でしょすごいっていう少年こ 1人で3つも4つも仕事をこなす。<laughs> 毎1個なんですよライブはね、うん、ライブは1個ですから。 ほら見ろ。人に突っ込みをい入れるほど思いつきか黙っちゃったじゃない。何黙っちゃった。何この攻撃。ううんも言わないで黙っちゃった。そんなね俺だったらね俺があれだよね水谷だったらねあれだよねそれは私ですとか言うじゃあ水谷でどうですかなん水谷でどうですか。私意外と活躍してますよみたいな。平気で言う女だからね。 てて喜んじゃった。<laughs> ばあさん、ばあさん、目やにで、目やに。なんか笑ちゃって、ね。目 <laughs>、目からなんか。幸せだね、なんか出てるよ、ばあさん。泣くほど笑うって幸せなこと。出るんだよね。なんかわかんない。もう出ません。何かが出るあのすごい出るようになったんですけど。出るよ、ね。目から。知らないものが。同じです。<laughs> もうお前。お前の年で、俺の年なんかもう出っ放しだよ。なんだか。わけのわからないものが。 いや俺も本ほんとちょっとどんな目薬つけてもダメだからダメ私もそうですそうですちょっとで普通のお医者さんじゃ町ゃんも行ったら駄目なんだよなんかちゃんとどっかすごいとこ行かないとそれとももうダメなのかねこれなんか変な水分出るんすけどってどこに行って言えばいいかが分かんないお汁みたいなのが出てくるんだよねそれで固まっちゃうののねうちの年取った猫と一緒だよね 水谷お前はうちの年取った猫と一緒でもそのニャーみたいにさ、うん、大竹さニャーは大竹さんが吹いてくれるからいいけどさ、うん、こっちは大竹さんが吹いてくんねえからさ、うん、やっぱり垂れ流して気づかないじゃん、うん、涙じゃないけど何かが出てるのに気づけないんですよ、うんうんうんね、あとこれねあ,れいいのあのラジオだからね、うん、多少なんか出ててもね <laughs> てテレビだと やっぱすごいいい気にしななくちゃけけどでも誰も言ってくんないから目とか触ったら粉がサラサラと落ちたから「嫌だ白いの固まってんじゃん言ってよ」みたいな。ありますあれあれもうそんなんだよだからもうテレビサングラスにしてやろうかと思ってるくらいだから。 私やっちゃおうかな、うん、サングラスで」で <laughs> <laughs> 昼なんですとかサングラスで寝ちゃって <laughs> なんか一人変なの知ってるけど <laughs> って言ってライブはあれこうずっともう稽古してて、うんはい、まあ稽古っていうか一人なんでね人なんでとにかく家でブツブツしたり動いたりでいつも大体、うん。うん 今年は昨日だったんですけど作家ちゃん呼んでカラオケボックスで見てもらうって学生さんみたいな楽しい空気感でやらせていただいてますけどなんかバランス悪くなったりしなかったのなんかねだいぶなんでしょうね日にち明日なんですけど感覚が今日だと思っててだからもう昨日が一番緊張のピークだったかもしれない。どうなるお腹壊す無限に 目にまあ実はさっきもあの四十九分十二時四十九分に駆け込んでますからね。いや元気なんですけどね。お腹だけがなんかね緊張してて、でも顔色悪いよ。私？あ元気は元気なんですよ。でもさ目のいつも目の下に黒くクマできてるじゃない？今日目の上にもクマが出てる。クバッ。 で上はできんだっけ、できてるもんだって。あでも、そうかも。ね、ここ。あ、ここね。うん。あの目の上の。あのね、水谷さん。あの突っ込みはいいけどね。お前、女優さんに向かって何突っ込んで。ん女優じゃないですよ。女優さん。明日。女優。明日本番を迎える。人に。ごめんなさい。あのね、そうだ、反省しろよ、お前。いつもは目の下にクマだけど。目の上にもクマ。バケモンじゃねえか、目の上にクマ。目の上にクマなんか。で 異常あさこほんとのやつだ体調異常あさこでもこれがでもなんか思いませんおたけさんもライブとかでこうやっぱギュってなるじゃないですか明日の夜はお酒普通飲んでんだなとかそうね明後日はとかあと二十四時間後の自分はとかねイメージしてね二十四時間後大体酒飲んでるだろう。 どうなってるかしら。何時間の自分でも。そうそう二十四時間後の自分は今一番多分ピークにチチしてるか、バータリーでバタバタしてるかで、うん、うかもう一秒早く照明こうなりますかねとかずっと怒鳴ってるのが今かもしれないです。二十四時間一回公演でしたっけ。そうなんです。そうか。やり逃げ。大丈夫だもんね。はい。うん はいなんでしょうね病的ですよね何回かやりゃいいんですけどね二<ー>、うん、回だったらね一回目あそここうだったなと思ったら二回目直せばいいけど<う>す、ね、お前許していよ <laughs> <laughs> おま本当にね。<laughs> 人言をね、やっかでもいない人間が二回だったらいいのにねえだって、お前は本当しょうがねえな。確かに草刈やった方がやっぱ寝ますから。緊張するときはどうやって緊張をほぐすんですか、一言。ほぐしようがないんですよ。水谷は緊張。私。しねえから。しまね。どういうときします。やっぱりこれちょっと大事な司会とか、やっかい。今日。 今日は。今日は何もないですけど。今日は何もないです。何もない、これこれ。これって。これってなんだよ。これってなんだよ。緊張しない、これ。今日、緊張しないの。緊張。うん。なぜ。今、緊張って言ったよね。緊張、今日、緊張しないの。言ってないよ、緊張なんて。嬉しそう。そういう音が来ると、喜びますよね。緊張ね。まあ、でもね、あの。 緊張全然しないっていやするよどうどうなります、うん、どうやってほぐしてますいやうまくいくのかなとかは、うんまあ、なんか受けるかなとかあと忘れちゃわないかなとか一人ぼっちだから余計ねう、うん、そうそうそう、まあ時々俺のやった時も結構な長ゼリフとかあった時に、はい、やっぱり全部言えるかなとかもうん、まあ、すんごい 心配するよ。どう、どうやって解放してます。北郎さんが昔、あの一緒に舞台出る時に、舞台の総勢で、二人でね、これから出てくっていう。その本当に。十、十秒前、十秒前ぐらい、パッて後ろ振り向いて、大竹は俺のセリフなんだっけ。怖い、怖い、あ、ってちゃう。こっちが慌てちゃう。え、え、え、って言わんだよ。お前のセリフなんか知らねえよ、パッ。出てちゃう。出てちゃう。 あれ怖い電話が出る直前あれってわかるなん何かありますよね。うん、で,で、まあ、出てどうにもなんなかったことも何回もあるけど、うんはい、まあとりあえず出ちゃえばねって思うけど、はい、まああれだよねまあそのまあ朝子みたいに一人で俺はやんないから、うん、みんなと一緒だから、うんうん、まあ緊張とかいろいろするけどもまあ 一つだけあの歌詞だけもう絶対に受けるなって思うところを作っとくのね一つだけまあだから前後はどうだか分からないけどまあでも一つだけもうでそれドーンと受けるまあ芸人なのかねまあ普通の人だったら公演で笑いも何もしなくてもずっと喋ってられるけどそれはもうできないどっかで笑いがなくちゃそうですねダメなの。 絶対、絶対だめ。だから最初の笑いを、一つ取ると、取れたっていうか。喜んでもらえると、安心する。安心。そう、そうですね。そこですよね。スタートね。まず、スタートの、なんか、頂戴しないとね。ちょっと。はい。はい。で、お前。買いけると思ったところが。もう、大かすりすると。

あのチコちゃんにチコちゃんで一回あれ使わせてもらったけどあれはねあれは便利あれは便利あれは便利なんかして後放浪ギャグになるんだねあれはなんか言ってかすってみんながあの冷たいした時に冷たい顔でこっち見てあわ すごい発明だとあれ発明ですね令和の一大発明じゃないですかそうだよはいこの後世に残るそうすごいそうかかすった時の後受けギャグってあんまりね聞かないよねんかあるんだろうけどんかの人でこっち慌てちゃうじゃんで あの男性ブランコのギャグは慌てるのを慌ててるっていう表現で慌てるのを慌ててるっていう表現にすればのなんかこう受けていけるっていうようなまあ2つも3つも。 あのギャグにはなんか重ねる内容があるなあとうう <laughs>、はいまあ。ラジオでネタやってくださった時はただの無音でした、ね、<laughs> <laughs> そこは、ね、ただの無音でした、ね。<laughs> もうイメージの中で <laughs> あれだなって。だないうラジオできてやってくれたんだけど、<laughs> 俺もあこれまあ俺はいいんだけど、聞いてる人のこと考えて、<laughs> あここ無音でなんとかでこれはどうどうどうなんだなって。 て見てるうちに、そういうこと考えてうちに、だんだんつまんなくなってきちゃった。<laughs> <laughs> もったいなかった <laughs>、うん。<laughs> 確かにね、ラジオの、そこね、うんうん、そこがなね, <laughs> ね <laughs> 確か。確かに、確かに。なんか食事とか食えなくなったりはしないの、そういうのは、大丈夫なの。私、うん、だからそ、その昨日、うんうん、カラオケボックスで、そのネタやってた時に。うんうん あの明太子パスタ頼んだんですよ中でも中でもスっと入るかなってって明太子パスタはねどんな時でもスってスって入りますよね入ってきそうだよねまああんまりスープ感はないけどねでもスッてもスッてもなんか増えていくんですよねだいたいあれだよ全然入んないあれってだいたいファミレスで頼むのは俺は明太子パスタとおっしゃってますよねハンバーグカか明太子パスタ同じですね。それがねスってもスってもなんか増えて てる感じがして全然入いな。え体には入ってるんでしょ？当たり前。はずなんですけどね。当たり前である。なんかスえない。体に入んじゃってどこに入る？どこで？頭か？頭かどこだ？鼻から、耳から、耳から。鼻から出してバカだろ。いやもうだから今日もコンビニよってあの私ホットスナックコーナー大好きなんですね。揚げもなんか一個だいたい取買うんですけど。 なんかちょっとバー出そうと思ってずっと揚げ物見てたんですけど一個もなんか心が揺れなくて結局なんか野菜ジュース2種類とあの日のリベンジでしょうね明太子パスタサラダっていうのを買ってきましたちょっと野菜が入っててそれさっき吸って吸ってっていうのも何ですか吸い込んでやっぱりねプレッシャーがかかってくるんだろうね。 二ヶ月ぐらいお酒飲んでないんですけどそれは飲まないようにしてんじゃなくて、うん、飲む気にならないんですけどあの多分明日の夜バカみたいに今うなるで今からさ三十六時間後を想像イメージしてすごい三十六時間後考えろってあんまりなくないんですかあの分かるよ言いたことはすごく分かるんですけど三十六時間後考えてみようっていうセリフって聞いたことない、うん、<laughs> その時の自分のね、まあうん 頭の中でも大体「さっきもそれ話したよ」で1回お前は忘れてるかもしれないけど「明日か明日なんとか食べて何か飲んで」ってさっきその話したんだよ36時間とは言ってないちゃんと今計算したんだもんあとどのくらいかなって36時間でもさっきの言い方は「明日って言ってたからね大体30時間以上経ってるからねあ明日の夜ね ちゃんとお伝えしなくちゃと思って。そうね。あの正しい言葉をね。やっぱアナウンサーとして。だってほらあの人長嶋茂雄さんだって、もう打席に立った瞬間にね、俺は今日今からホームラン打ってベース回って一点入れてその後試合後にビール飲んでるんだっていうのをイメージして打つっておっしゃってましたよ。でしょ？違う。なんでそこで長嶋？なんでその長嶋茂雄が出てくるんだ。 じゃあ、私は明日オープニングで、今日ここでボケて。何ネタかやって、で、片付けしたら、ビール飲んでんだと思って、あっさってればいい。そう。そしたら、緊張しないの。しないよ。しないよ。それであれだよ、まあ、スタジアムに子供忘れて帰っちゃうんだろう。そうでした。その話、ね、エピソード。勝ち、勝ちしめ忘れて帰られたって話な。勝重さん。そうなんだ。

各紙一面ですけど児童、うんえー、手当拡充来年10月子ども未来戦略3.5兆円決定とあります、うんえー、岸田総理は昨日総理官邸で記者会見し児童手当の拡充などを盛り込んだ少子化対策の子ども未来戦略方針というものを発表しました2028年度までに取り組む加速化プランで年3.5兆円規模を投じて急激に進む少子化に歯止めをかけたい考えだと。 ありますまあただこれに対してじゃあ財源はどうするんだとかまあ、いろんな問題が出てきていますそれをまず取り上げます、えー、そして lgbt 法案ですね理解増進法案なんですが昨日衆議院を通過しましたまあそこに対してですがこちら毎日新聞の見出しですお腹痛い自民高取氏退席杉田三好は欠席とえー、まあ、いわゆるこう みんな賛成するようにっていう討議拘束がかけられてたんですけどまあそれに対してまあ欠席したり退席したりするという議員があったということですね、かなり星よ寄りになってるんですけどまあこの修正案でも自民党内の保守派に根強い懸念があるとまあこういう見出しも出ています。そしてこちら朝朝日日新聞ででですすす面が世界で異常気象山火事熱波とありますえ朝日の 写真にはですねこれあのニューヨークですけどねこう真っ赤に本本当だはいあの本当だ雲で周りが見えない高層ビルが見えないニューヨークのマンハッタンのビル群の写真があるんですけどまあこちらの500キロ以上離れたカナダの山火事の影響で今、まあニューヨークがもやーっとしたく雲だらけというか煙だらけのえ様子になっているということです。ね、えー 海水温が上昇する、まあ、スーパーエルニーニョというのの発生予想も出ていて気候変動が加速の可能性もあると、えー、この夏日本は猛暑日を迎えるという気象庁の予,予測も発表されています、えー、そしてこれ最後になります東京新聞ですね、えー、PFAS という、まあ、化学物質あの飛行機の消火剤だったりですね、うんまあ、そういうものに含まれる化学物質が、まあ、水道水に混じっている というまあ疑惑がありまして、まあ、この PFAS を追うという東京新聞、えー、5回の連載の今日が3回目なんですが、まあ、動かない行政に怒りとあります国分寺の病院の先生の行動が書いてあるんですが、まあ、どうやら西東京の多摩地区ですね多摩地域の水道水に PFAS がこれ混じってるんじゃないか。こう いわゆる住民たちのまあ血液の中にこれが混じってるんじゃないかっていうまあ疑惑が出てきたときに行政が動かないとじゃあ自分がやると医師がまあ自腹決意の市民血液検査を始めた、まあ、それに対するまあ賛同者も現れてまあここに至るというまあここまでの流れが書いてあったりします。ははははははいいいいいいいとままずは以上でででいいですすそこか、はいはい えーとまず最初の記事ですすもう一度お願いしまは児童手当の拡充、ですね、うん、来年10月子ども未来戦略3.5兆円決定というものなんですが、うんえー、東京新聞の一面はこうなっています、うん、負担議論先送り鮮明とあります。 政府は13日児童手当の拡充など子育て世帯の支援策を盛り込んだ子ども未来戦略方針を閣議決定しました必要となる追加財源は年間3兆5000億円で岸田総理は国民に実質的な追加負担を求めないと主張し社会保障費の歳出削減で財源を捻出する方針だと。 給付抑制や利用者の負担増を行えば国民の暮らしに影響するが政府からは明確な説明はないとあります。いわゆる3.5兆円をまあ少子化対策として使います、うん、財源を確保しますということだったんですけど、うん、じゃあそのお金はどこから持ってくるんですかということに対して岸田総理は国民に実質的な追加負担を求めることなく新たな支援金の枠組みを構築すると。 政府は社会保障分野の歳出改革に加え少子化対策の新たな財源確保策として医療保険料への上乗せを想定した支援金制度を創設し国民や企業から徴収すると政府が新たな負担が生じないと強調するのは医療や介護の歳出の伸びを抑えれば国が負担する公費の支出抑制だけでなく国民の保険料負担も抑えられるからだとあります。うん まあ、いわゆるこう医療費が年々伸びていますと、うんうん、この伸びを抑えれば、うん、支出が減りますいわゆるこう、うん、保険料の負担も減りますでもそのじゃあ本来増えるはずだった分をじゃあ児童手当に使いましょうとどうやらこういうことのようなんですよねだから実質的な追加負担はないということなんですけど。うんうんうん じゃあ本来伸びて普通に伸びていたものをいわゆる歳出を抑えるとどういうことが起きるのかというとまあ例えば診療報酬まあお医者さんのまあ病院関係者のまあいわゆる収入になったりま必要な部分ですけどえ診療報酬や介護報酬の引き下げがまあ起こったりするかもしれないえそうなるとまた人件費の削減につながりかねないため介護業界での 人材不足に車まあただですが今介護の方々はまあ給与が低いと言われてますけど、まあ、これがひょっとしたらさらに減るような事態になるんじゃないかということも考えられたりする、まあ、結局この3.5兆円結局実質負担がないけどでもどこかから持ってこないといけないのでどうするんでしょうかっていう、まあ、でもこの負担議論に関しては先送り鮮明とあります。 ま,まず、まあ、この予算の組み方にも問題はあると思うんだけど、うんはい、もう一つは3.5兆円使って少子化対策をしました、はい、でどうなるんですかと、うん、どういうことが目標ですかって聞く、うん、ここがないんだよねこれもあの東京新聞のそのまま記事。うんうん え見出しを読むと目標値なき少子化対策とえまあいわゆる少子化のトレンドを反転させるためにまあ政策を用意しているとえ総理は主張をしたんですがじゃあどうすればこの反転と評価できるんですかというま問いに対しては語らず。 えー、子ども未来戦略方針でも出生率や出生数、うん、婚姻数などの見通しや目標というものは、まあ、示さなかったんですね。そして、列挙した施策の費用対効果に関する説明も乏しいと、うんえー、児童手当の拡充には年1兆2000億円を投じる見込みだが第3子以降は 高校生世代まで月3万円に増額した根拠は不明と、うん、第三子以降に最大6万円と提言した自民党からも3万円も6万円も根拠はないという声が漏れるとあります。うん、まあなんでこの額なのかというのも根拠はないということなんですね。うん、第三子？うんはい、だ三人ってことだろう。ね、産んだ人には、うん、あのちゃんといろんなことしますよっていう話で。うん 一種とか二種は関係ないんだよね医師、ねうん、に関しては1万5,000円だったら1万円だとね。そこも問題だしあとだから普通目標って言ったらね何、うん、とか何とかまでに人数を何とかにしますとかこの国は安心して全部子どもでも国が面倒見ますでも、うん、何でもいいけどその何か目標みたいなことがあるはずだよね。 これがなんかこうこういう対策しますよっていうのだけは出てきてるんだけどだからこうなんかその先に何がどうなるっていうのがなんかこう出てきてないなとちょっと不思議だなというのが一つとあとはあのこれだけのことをしますと税金これように増やしませんと。 まあ実質的なな追加負担は求めないと、はい、だから税金増やさないって言ってるわけで,、はい、ではそのこの3.5千円どっから持ってくるんですかと聞いたら、うんうん、まあそりゃ国民負担は求めないけども、はい、医療費とか。うん まあいろまあ医り例えばですけどまあ医療保険料として払ってるものまあ今ではこうちょっとずつ増えたのをまあこれを増やさないようにしてまあでもそれをちょっとずつ増やしてじゃ増えた分はこれ少子化対策に使いますよっていう使い方をするっていうことみたいですねはいでも世の中はどうなってるかたらこれからお年寄りの医療費は放っておいても ガ、うん、ガンガン増えるわけもうこれはもう年齢が来てるからしょうがない増え分なんだよ。でもここはもうそんなにあの増やしませんよみたいな話 <laughs>、うん、<laughs> じゃあ増えるってだって医療費なんて、うん、ねどう考えたって増えるだろう,う,うこれ増やしませんよっって言ったら お年寄りたちその負担が若者に行くかお年寄りに行くかは分からないけど負担しなくちゃいけないじゃないっていう話になるじゃない医療費を抑える方に行くのかそれとも我々が病院に行った時に払う金額が増えるのかっていう結局そういう方向にならざるを得ないんではないかなと思われます。東京大学の山口教授が辛辣なことを言ってますね。 はい。うん、まあいわゆるあの子ども未来戦略会議の中でも、うん、まあいわゆる政策目標が明確にされてないと、うん、で議論の土台として、まあいわゆるこう。 業績評価みたいなものっていうのは、まあ、企業でも行ってるんですけど、まあ、こういうお金を使いました、うん、じゃあこれに対してどういう効果が出たのかってやっぱ検証が必要ですよねっていう話は、うん、え未来戦略会議の中でも出てたそうなんですがいわゆるこの目標値が今回示されずということで、うん、達成状況の把握には、うん、まあ ながらいいと言いますすかですね、うん、まあ検証はちょっと今のところ数値の目標が出ない、うん、できないような状態になってるんですけど、はい、えこれに対して東京大学大学院の山口慎太郎教授は、うん、えーまあ 過去も含めてですね政府は過去30年打ち出した対策のデータ蓄積やそれに基づいた効果検証を十分にしてこなかったと指摘過去の経験に学べる体制が乏しく今のままでは100年経っても何も学んでいないということになりかねない大きな支出を伴う政策は効果の評価方法まで計画や予算に盛り込み随時見直せるようにするべきだと強調するとあります。あの 全部の目標が間違ってるとは言わないけどだけどこの子供を産んだ人だけに絞ってやるっていう方法を今取ってるわけだよね。でも結婚できない人とかしたくてもできない人とかいう人もたくさんいるわけだよね。それ結婚できるっていうのがまず最初の目標なわけよ。で こうやっとろうとしていることは、この結婚できるって、そこに到達した人たちにはこういうサービスがあります。うんうん、こういうふうにしますよって言ってるってことだよね。慶太郎君これは。まあ、今回少子化対策。そうですね。はい。はい。その前どうするんだと。だからもっと。この日本の。なんか少子化を考えるならば。うん、まあ、こう、ここにやれば手っ取り早く子供を産むんじゃないのっていう思惑もあるかもしれないけど。 もっとまあこれフランスのやり方が正しいかどうか知らないけど、うん、まあ結婚してるしてないとか関係ないと子供を産んだら国が大きくねあのそこにあの育てるという援助の手を差し伸べるってことをやりますよってまあ言ってるわけででフランスも出生数はあの今のところ落ちてないわけだよねそんなにね。日本はどんどんこう減ってるわけで、うんうん、もっとなんか全体を見た 大きなバランスと、うん、それからその何結婚、うん、あとそれからそういうそ,それに関する、うん、もっと言えばこの国の家族の形、うん、の縛り方、うん、みたいなことを本当に考えないと、うん、この大きく前進できないんじゃないかなって俺は思っちゃうんだけどね。うん はい、次行けますか。行けませんか。行 <laughs> けないんですか。<laughs> <ん>まあ軽くいきましょうかね。行、えー、<あ>けないんですか水谷。あのまあ LGBT 法案の採決、<laughs> まああの欠席したりまあ退席したというまあ自民党の議員のまあ見出しがありました。こちら読売新聞にですね、えー。LGBT 法案増反警戒、えー、自民保守は修正案にも根強い懸念とあります。 衆議院を13日に通過した LGBT の理解増進法をめぐり自民党内で反発がくすぶっていると成立すれば女性の権利侵害などにつながりかねないとして参議院採決での増反を示唆する声もあるとき昨日この時間で茂木幹事長がまあ当然、党議拘束しますという話があってまあそれは、いわゆるこれじゃ足りないんじゃないですかという意味も含めての党議拘束じゃないかという解釈をまあちょっと する部分もありましたけどこれ実際、ずいぶん保守派寄りにあったこの理解増進法案でさえこれでも根強い懸念があるという、まあ、そのための党議拘束だったのかなっていう、えー、公明党の山口代表のコメントも載ってますが、えー、良識のある対応していただきたいと呼びかけたとありますだからね、ねこの党議拘束をかけるというのは、ね、随分だなと思ったけど、うん、僕たちが思っているのとは逆の方向の党議拘束だったんだね。うんうん もっと何かこうねこの法律はちょっと緩くて、はいうん、これだったらあ例えば「不当な差別」うん「うん、不当な差別はいけない」みたいな文言を書いちゃったのを「差別は許されない」っていうのをこう書いちゃったりこういうふうにしたっていうことに対して、うん、もっと真面目に造反する人が出ると思ったら、うんうん、そうじゃなくて、うん、この法律でもまだ緩いと。はい こんな法律だったら乗れないっていう保守の人たちが造反するんじゃないかっていう懸念だったんだと、うん、でしかも、まあ、これにはあの,あのなんていうのさもう退席をしたり退席をしたり議員の人がいるっていうああそうかと思ってちょっと驚きましたね。うん、さあ今日も始めましょう